はい、続いてはティア1ですね。はい、一応ご注文受けた順番に一応 PB ね、なるべくやってます。モスさんですね、MOA さん。はい、ティア1のお一つです。まあ、少ないんですけどね。まあ、入荷した分ね。もうもう在庫、まだちょっと在庫ある設定してますけど、もう、それ終わったら終わりです。以前はね、ティア1って多分、初回入荷だけで、60ケースから80ケースぐらい普通に来てましたね。数年前。アジア版とかあった時は本当1回で100ケースぐらい来たりとか。普通でしたよ。うん。1200箱だ。いやー、もう今ね。もう、無理ですね。はい。いろんなこう、ね、あるんですよ。店長も。言えないことが、いろんなね、ことがうごめいて、こういう結果になって、ね。まあ、店長はもう、逆らわずになるようになるだから、まあ、減らされて、販売価格がね、他店が上げて、うちも上がってっていう感じになっても仕方ないなとは思ってましたけど。まあ、円安とか関係ないですからね、正直ね。はい、まずは、グレンオットさん299ですね。それと小瓶版399。サイン2枚ですからね、もう1枚。どうでしょう。はい。レジェンドですね。ハロルドさんだ。久しぶりに見ました。ということで、こちら299と399のサイン。こっちは、タレントオートか。はい。こっちが多分通常。ティア1。あ、違うな。BOA。あ、ブレイクアウトオートグラフか。若手だ。うんうん、で、タレントオートがあって、で、ティアワンオートとかあるんでしたっけ。古いロゴですね、これね。うん、はい。ということでね。まあ、3枚しか入ってない、はい、ボックスですね。はい。ということで、こちらでお送りいたします。またチャレンジしてください。はい。ありがとうございました。